それではお時間になりましたので本日のユニークキャリアラウンジを開始していきたいと思います。タイトルコールをさせていただきます。今回は602回目ということで、今を楽しみ尽くすフォロワー2万人超えのカンボジア女子大生 TikToker、中原由美さんに聞く人生の原動力とはというタイトルで。 今日はお送りしていきますそれでは中原さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします今カンボジアの黄色の工科大学の3年生になります中原由美と申します主に TikTok をやってカンボジアで TikTok をやっていたりだとかインターンとかあとラメンメアでちょっと今 SNS マネージャーの方させていただいておりますよろしくお願いしますはい本日はよろしくお願いします TikTok 今流行りだと思うんですけども2万人ってなかなかないなっていうふうには思うんですが <laughs> 中原さんどういうふうなこうコンテンツをあの、はい、やってらっしゃっているんでしょうか、えっと、私はカンボジアに来てすごい文化の違いとかを感じたので、まあ、それについてコンテンツ発信したりだとかあと自分自身がクメール語っていうのを今年から勉強し始めたのでたその時の気づきとかっていうのを発信しています。 あそうなんですね、うん、文化の違いって例えばどんなとこを感じられてどんなもの発信されたりしてましたか、うん、なんか最近だとまあ文化だけというか、まあ、生活面の話でもあるんです例えばあの日本ってマンゴーが多分300円ぐらい一玉すると思うんですけど、うん、カンボジアだともう本当に1キロ1ドル前後とかだったりするのでなんかそれがもう天国だ <laughs> そう,そうなんですよそれがもうマジで天国みたいな話をしたりだとかあと最近投稿したので言うと,、えー、っとなんかカンボジア人の人って挨拶代わりにご飯食べたみたいな聞くんですよね。日本でこう誰かに会った時にご飯食べたって普通聞かないじゃないですか。病気だった時とかに、ねまあ、聞かれとると思うんですけどなのでなんかそういうこう。 あのものは最近投稿したのであります。はい。面白いですねな。なんでご飯食べたって聞くんですかね。<laughs> なんかその時投稿した時に言われたのはカンボジアがそのクメールルージュってあったんですけど、はい、まあちょっとあのー。うん そう1970年代ぐらいにあってその,、ませそ,うですね、その時にそのもう本当に食べるものがないぐらいみんな大変だったのでこうその人がちゃんと食べたかっていうのはその、ま、戦争じゃないんですけどちょっとそういうなんか大量虐殺みたいなのがあった時期でもあったのでその時にあのいろんな人にちゃんと食べてる食べたっていうのを聞いてたらしいっていうのは歴史上あったっていうのは友達とかあの TikTok のフォロワーさんから聞きました。 なるほどですねそういう歴史的な背景もあるんですね。うん、そういう挨拶です。あとその、クメール語を始められて、教え、はい、られているってことですか、その勉強の仕方とかをこうなんか発信しているようなイメージですかね。そうです勉強の仕方だったりだとか、あと、発音これ難しいねみたいなのを発信したりとか、まあ、自,自分でこう喋っている動画を投稿したりとかしてます。うんうんうん、ありがとうございます。うん はい、どうでしたか最初ってなんかそんなにもうフォロワーの方が増えてみたいなってイメージされてはなかったのかなと思うんですけど、うん、なんか増えたあのフォロワーが増えた時の感想とか、うん、どういうふうに思ったかっていうのを聞き始めたのが今年の確か7月でそのまあ組める後5月から勉強し始めて。 たまたまあの特に TikTok を伸ばそうという思いは全くなくてあのただただ、まあ、他のなんだろうな自分の友達以外にも自分のクメール語を聞いてちょっとこの自分の発音とかってどうなんだろうっていうのをただただ知りたいっていう好奇心で自己紹介の動画を載せたんですよ十数秒ぐらいで、まあ、自分の自己紹介をクメール語でするっていうのを載せたら カンボジアってそもそもあの言語を学ぶ人がめちゃめちゃ少ないので、そのクメール語を学ぶ外、まあ、日本だとこうアニメとかもあるので、外国人で日本語を学ぶってすごい多いじゃないですか。うん、でも逆に、外国人でクメール語を学んでる人って本当にごく少数で、なので結構希少価値が高いというか、すごい珍しがられるんですね。でそれでそれを投稿したときにすごくバズって。なるほど。であ こういうコンテンツでバズるんだっていうのを気づいた感じだし、ね、なのでもともと伸ばそうとかっていう気持ちは全くなくて、そこでバズったときにあのそういうコンテンツで伸びるんだっていうのを気づいて、まあ、文化の違いとか、あと言語の話とかっていうのであの発信するようになった感じですね。なるほど。そうなんですね。クメル語を勉強されている海外の方はまだまだ少ない状態で,少ですはい。勉強価値が高いってこと聞かれたんですね。はい、なるほど。 あれですか ?TikTok の一番最初僕スクロールしてって <laughs> 一番最初に見たんですけど、レイトマイクメールみたいな動画。あ、そうです、そうです、<れ>そうです。ですあれがバズったやつです。<laughs> はいはい,いや。びっくりですね。あれも3万、三万いいねぐらいついてますので、ね、なんか、確かそうですね、そうですね。確かはい、そうです、そうです。すごいなと思いました。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど、そこからの始まりだったんですね、あるいちなみに、クメール語を勉強されようと思ったり、まあ、クメールというかその、カンボジアにあの留学されてるからってのあると思うんですけど、うん、なんか、もう皆さんやってらっしゃるんですかね、その日本人は、あのえっそれともなんかやっぱ中原さんがなんか考えてやっ,ぱやったほうがいいなと思って始める私一人、友達でめちゃめちゃ喋れる人いるんですけど。 やっぱりなんかそ,れ、まあ、その人もそうですし、なんか周り、まあ、カンボジア人、まあ、日本人の友達もこっちでもちろんいるんですけど、カンボジア人の友達もいて。 やっぱりなんやかんやその国の言葉を知ってるともっと仲良くなれるしもっとその国のことが知れるし、まあ、あのカンボジアって英語ほぼ通じるので英語ができれば特に困ることってないんですけどね今ってもう Google 翻訳とかあるんでなんかそれ使えばまあコミュニケーションって困らないとは思うんです日常的な会話で言うと、うん、ただ、まあ、私の場合はそのカンボジアのこと大好きなので やっぱりそこ、その国の人ともっと喋りたいしっていうので、まあ、組み入れ子の勉強を始めました。ちょこちょこいると思います。うん、あの、勉強してる人。たまに見るので。<ー>はい。はい。ありがとうございます。でも、やっぱ、ねも、もっともっと仲良くなりたいとか、コミュニケーションを取たいっていう気持ちで決められたってこと。うん、ありがとうございます。そんなところですね、やっぱ TikTok でも素敵なコンテンツ発信されて、いたりのチャレンジされてると思うんです。他のチャレンジとしても面白いなと思ったのが、 ラーメン屋の SNS のマネージャーをされて,るている <laughs>、はいはい。これカンボジアでっていうことなんですが、具体的にうどういうことをされていらっしゃるんでしょうそうですねあの、カンボジアって Facebook が一番使われている SNS で、うん、なので主に、まあ、Facebook とか Instagram とか、まあ、たまに TikTok、YouTube あたりもこれからやっていこうということであのいろいろ考えてたりはするんですけど、まあ、SNS 全般であの、まあ、ラーメン、 ラーメン屋なので、カモジってそのあんまりこうラーメンってやってピンとこないというか、日本のこと結構知ってる人はまあラーメン知ってると思うんですけど、まあ、こっちの人にもっとラーメンのことを知ってもらったりだとか、まあ、お店のプロモーションというか、もっともっといろんなあの店のことを知ってもらうっていうので、あのやってます。なので、結構写真を撮った、うん、写真を撮るところから投稿を作るみたいなところ全部もやってますね。ええー、なるほどですね。ラ,ラーメンやってるのはあのカンボジアの方が。 やっってらっしゃるんですかあ日本人の人人です日本人の方がやってらっしゃるんですね。ラーメン屋との出会いってどんな感じだったんですかねなかそうですね、もともとずっと、まあ、オンラインっていうこともあって、人とのコミュニケーションって大事だなと思ってたので、ね、その直接的な。でまあ、あと、お客さんとその英語、日本語、メール語を使って、あのー、こう接客するみたいなところをやってみたかったので、 それでたまたまそれをちょっと考えてたときにたまたま記事があの上がっていてそのラーメン屋さんのまあ日本人の他の私の友達がやってるメディアでその人のラーメン屋さんを取り上げててああなんかラーメン屋って楽しそうだなっていうのをね<ー>でえー、っていうのでたまたまこうまあ何かやってみたいなって思ってたときに見つけた感じですねあそうだったです記事で見つけた、ね、あそうですそうですで特に求人とかは ちょっと私の方からフェイスブックでメッセンジャーちょっといただけませんか、えー、って言ってた時に、ねはい、すごくいい方なのであのオーナーがはい,はい、はい、それであのじゃあ一緒にやっていこうって形ではいはいはいあれ今,今の話でと最初はなんか接客みたいなのやってらっしゃったですか最初からもう一緒にどっちもやってます接客とかもやってますし<ー>その接客やってない、はい

なかなかそういうことされてる方も少ないなと思うんですけど、うん、や,っやってみてのご感想とか気づ、なんかやってたからこそ気づいたこととか、うん、か思い出されたこととありますか、うん、そうですね、えっと、2店舗今あるんですけど、カンボジアに。結構2店舗分あのマネージするの大変だなと思ってで、うん、それこそ今3号店も作るみたいな話もしているので、<う>なんかこう、どん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 。 あのやっぱり店によってコンセプトってちょっと変わってきますしメニューもちょっと違うのでそこを考慮しながらこうマーケティングしていくみたいなとこは、まあ、楽しいんですけど結構大変ではありますね。なるほど、醍醐味でありながら結構いろいろ,いろ,いろなものが増えてくるっていう。 ありがとうございます。どんなラーメンなんですかコンセプトを。<laughs> そうですね。あの私が働いては二号店なんですけど、二号店はつけ麺が結構特徴で、はいまず、はい、つけ麺北海道のあの旭川ラーメンなんです。けど。どはいつけ麺ですね。<laughs> すごいですね。カンボジアでつけ麺があるっていうのはなかなかそうなんですよ。でもカンボジア人はまあ好き嫌いは分かれると思うんですけど、ちょっとやっぱ塩辛いっていう人う、塩辛いって思う人もいるんですけど、やっぱり、はい、あのこっちに住んでる欧米人の方とか、あとアジア<あ>東アジアのその韓国とか中国とかの方がすごいいらっしゃるので、カンボジア人ももちろんなんですけれども、そういう方がやっぱりあのよくいらっしゃいます、ね。なるほどなるほど。 そうなんですね、カンボジアに行かれている海外の方っていうのは結構遅なイメージもありますそういう方々にとっても刺さってるみたいな。でも、そこのやっぱり最初に自分から行ったっていうのがチャレンジ精神、大盛だなって。今のがカンボジアの挑戦ってところでいろいろされてると思うんですが、一方で日本の方でもインターン。 日本の企業でインターンされてるっていうことで、やっぱそちらの活動もあのチャレンジングだなと思うんですけれども、どんなインターンをやってらっしゃるんですかはい、ありがとうございます。えっと、10ヶ月ぐらい前から、あのアートワークス・コンサルティングっていって、そうですね、まあ、s a ー s の会社なんですけれども、薬球法っていってこう、広告の表現を まあ、バナーの広告とかいろいろあると思うんですけど、広告の表現を自動でこう表現チェックをしてくれるツールっていうのを開発提供していて、それの営業,、まあ、営業というかマ、マーケッートを主にやっていて、はい、商談出たりとかしてます。ああ、そういうことなんですね。はい。でも全部オンラインなので <laughs> あ。オンラインで商談されてるようなイメージ、ね。そうです、そうですあ。カンボジアでもできるってことですね。はい。どこ<ー>からでも。はいはいその サーズのアドバックスさんを選んだ理由？なんかどういうこと、うん、興味というかなんか面白さとかを感じてそこで働くって思われたんですか？うんうん、なんか私結構授業 っていうよりは社長を結構重視していてそのお話しさせていただいたときに、まあ、本当に最初だったのすごくフランクに話していただいたっていうのとなんかこう社長がこういう世界にしていきたいっていうのにすごい共感してもともやっぱりサービスってどうしても一番最初の,その面談の時ってあまり分かってないじゃないですかでも社長と話したときにすごい熱い人だったしあとやっぱりなんかこうち,ゃんとちゃんとした世界にしていきたいみたいなのが。 あるのでそういったところを聞いて、うん、あそこ面白そうだなって言うとで入ってみて、まあ、いつの間にかもう10ヶ月が経っているっていう状態ですね。ありがとうございます。やっぱそうですね、あの人に聞かれて最初、あのその人がやってる事業であれば素敵だなとか、一緒に働きたいとか、やっぱそういった入り口ありますよね。ありがとうございます。うんますね、インターン、なかなかやっぱりビジネスの世界でこう戦っていくってことになると思うんですけど、やってみてるとこう。 面白さとか大変さとか、なんか感じられる、うん、部分ってありますかうんそれで言うと、まあ、一番、まあ、驚いたというか、まあ、社長の話なんですけど、あの毎回、あのオンラインなので、まあ、シフトに入るときに、絶対に社長が一緒についてくれるんですね。そういういいいい社長っっていててなななかかと思 こう一緒にシフトに入ってで何かあった時にいろいろ相談させていただいたりだとかま商談もしっかりこう事前準備とかをしてあのこういうふうにやっていきますっていうので本当にもう自分一人でたまにインターン生だけで商談出ることもあるんですけどあのインターン生っていうことは言わずに先方には言わずに出てなんかそうやってこうどん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 あの社会に出た時にこう社会人今の本当にすごい活躍されてる社会人とかにもあの負けないようにっていうので。 あの社長がいろいろ教えていただいているので、本当に面白いですね。うんまあ、特にあの、まあ、しんどい部分とかはないですね。ただただ楽しいので。ありがとうございます。なんかび,びっくりですね。やっぱそこまで二人三脚というか、なかなかないですね。うんうん、社長の方ももちろん忙しいと思う本当で。すすよそうなんです <laughs> 中原さんがハイパー期待大だからこそ。<laughs> <laughs> サポーターっていうのが必要なのかもしれないですね。ありがたいです,いす。なんかその営業自体にはなんか難しさとかを感じたりされますか <laughs> それなんかやっぱんでしょうやってみてなかなかうまくいかないとか。うんそうですね。まあテレアポとかはしてないので基本的にまあ商談だったりっていうので、はい、あの入ってるんですけれどもやっぱり一番最初はそのまあそもそも こう大,大人の方というか社会人の方とこうビジネスビジネス話すっていうのがすごいハードル高いというか自分もどうすればいいか分からなかったんですけどほ、はい、他の,その社会人の営業の方とか、まあ、あと社長の投稿のを何回も何回も聞いてもう商談も結構何回も出たのでなんかそれでだん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 慣れていってやっぱり最初確かに難しいというか、あのー、やっぱりどう話していいんだろうとか怖いなとかっていうのはあったんですけどやっぱな慣れですね。 はいはいはい、はい、実践を積まれている中でいる、うん、もだんだん身につけいてあいりがとうございますたくさんのやっぱりカンボジアでも日本でもたくさんチャ,チャレンジをされている中原さんですけれども、うん、ここからは、えっと、その中原さんがなんでそもそもやっぱカンボジアっていう,こうキーワードだったりとかあのそういうチャレンジングなことができているのかっていうところをこう聞いていくためにルーツの方にあの話を聞いていきたいと思います、うん 今の視聴者の方一人入ってます。関係様のコメントたくさんありがとうございます。引き続きありがとうございます。では、えっと、幼少期の方の話に移っていきたいと思います。えっと、中原さんは、えっと、幼少期、岡山出身でいらっしゃいます。岡山出身ということなんですが、ち、えっち、と、ゃい頃、どんな子例えばまず家族構成とキャ,、うん、キャラクター、どんなキャラクターのちゃい女の子だったかっというころから。うんはい お聞きしししてていいてっもよろしいでしょうかそうですね家族構成で言うと、まあ、父母とあと妹が1人2歳下でいるんですけれどもあの最初、まあ、幼稚園とか幼稚園までは4人暮ら四人で暮らしててで幼稚園を卒業した後にあのにおじいちゃんの実家があおじいちゃんの実家というかおじいちゃんの家に、まあ、岡山の中なんですけど岡山のおじいちゃんの家に引っ越してなのでずっと、まあまあ、暮らしで言うと5人暮らし。 結構喋る方だったと思いますし結構アクティブというか、まあ、すごい外で遊んだりだとかもう学校から帰ったらすぐ近所の友達とあの庭とかで遊びまくるみたいな生活だったんですけどあとすごいあの印象に残って結構習い事をいっぱいしてたのでなんかこういろんなことに挑戦するっていう意味で言うといろんな習い事をそこでしてたのでなんか自分の なんですかね。こう、いろんなことにをやるみたいなところは、そこから来てるのかもしれないです。ああ、なるほどですね。うん、いろんなこと。あの、その時からチャレンジされてたですね。はい。習い事っていうと、音楽とか、なんかそういうものですか、ね。どんなことされてましたか。そうですね。あの、まあっ。 全部かぶってるわけじゃないんですけど、ピアノとか、バイオリンもずっとやってましたし、あとスイミングとかテニス、テニスもちょっとかじったこともありますし、サッカーもやったし、あと書道もやったし、本当に多様にいろいろやってますね。はい。ありがとうございます。その中で、日本で最初は過ごされていたと思うんですけれども、小学校3年生ぐらいのときですかね。 アメリカに、えっと、行かれたと。はい、それで3年間くらい過ごされているということですと。うん、そちらでこう何でしょう性格が形成されたと思うってご自身は以、うん、前にコメント頂い,いてるんですけれども、うん、その時の印象に残ってる出来事だったりとか、うん、あそこでどんなことをこう感じられたかとか、うん、お伺いしてもよろしいですか はいいありがとううございますそうですそでねやっぱりアメリカに行くと自己主張をしないと誰も聞いてくれないので、まあ、小学生とはいえやっぱりこう先生とかがあのユミは何が言いたいのとか、まあ、英語はある程度その幼少期から英会話をやってたので、まあ、ちょっとはしゃべるでもやっぱりその日常会話程度であってその本当に友達としゃべるとか学校の先生としゃべるっていうレベルには最初行った時はなかったんですけれどもで先生がやっぱりいろいろ こうやっぱり喋らないと分かんないよとかやっぱり友達同士も結局こう自分で自己主張しないとアメリカって、あのー、全然こう相手にしてくれないというかなのでそこでやっぱり自分で言わなきゃいけないんだなっていうのがだんだん分かってきてちゃんと自己主張ができるような子になったっていうのが、まあ、エピソードというか、あのー、体験としては、うんはい、ありますね。そうななんんですねなんか、うん やっぱそういう文化の国だっていうのはうあの知ってはいるんですけどちっちゃい頃からそうなんですね。10歳、10歳ぐらいの子でもやっぱ相手にしてくれないっていうのはやっぱ喋ってくれなくなるとか。まあそうですね。やっぱり自分から何か言,わ言ったりとかしないと特にあのこう気にかけてくれるみたいなのはないので。うん、はいはい。はい、でこう最初自己主張するとか自分の意見をちゃんと言うみたいなところはなんか壁とかなんか。 難しさととかか感じななくスッと入れたようなイメージですか、ね、中原さんそうですね、でも最初はやっぱりその、まあ、言語の壁とかもあったので、そもそもなんかどう言えばいいか分からなかったんですけど、まあ、学校自体が結構、あの英語、その英語できない子向けに、あの教室別でその英語の授業の時は、ちょっともうちょっと、あのー、 こう低めの,あのレベルのクラスにあの外国人向けじゃないんですけど入れてくれたりだとかしたのでなんかそういうところでサポートはしっかりしていただいてなんか溶け込めてきたみたいな感じです、ね、ああそうなんですね、うん、ありがとうございますやっぱその自己主張とかちゃんと自分の意見発信していくっていうではうん、うん、多分今にもかなりつながっているところですよねうん、うんうん、そうですねはいありがとうございますアメリカで そういうふうに過ごされてこう意見発信する力を身につけて日本に戻ってきたというところで帰ってきた時小学6年生ぐらいですかそうですねはい 1>, <あ>1年だけ小学生こっちで日本で、はい、過ごしたので戻ってきてらっしゃってその後どうされたんですか中学の受験などもされたんでしょうかそうですねやっぱりあの、まあ、地元が岡山だったら、ね、ちょっとこうなんですか、ね、地元のこう普通の公立 に行くのがちょっとやっぱり帰国子女っていうこともあって怖くて、まあ、いじめられるんじゃないかとかうそういう不安がまあ親もあったのでっと小学校も受験1年間だけだったんですけど受験して入ってその後にこにやっぱりその小学校のがこう英語で授業を行うみたいな数学あ数算数とあと理科をまあ英語で行うあの学校だったんですけどそこのまあみんなが受験する子ばっかりだったので。 その流れでまあ自分もやっぱり中学地元に行くよりはあの英語に力入れてるところとかに行きたいなっていうので受験してはい中高一貫の方にあの中一から高3は入りましたはいはい、はい、あ,あ,のあれなんですか小学校6年で行ったところも算数と理科は英語でやるみたいな小学校に入り直したあそうですねはい、okay、あるんですね <laughs> そういうところ <laughs>、はい、ありますね <laughs> そういうところに行っておけばよかった、すごい。<laughs> <laughs> そういう中で、ま、周りも受験する方も多かったし、うん、あれなんですね、帰国史上っていうとなんかスターみたいなイメージありますけど、うん、逆にやっぱり浮いちゃうみたいな側面があった。そうですね。ちょっとそこが怖かったです。はい。はい、で、中学受験を選択されたということなんですね。うん、はい。 僕ブログの方を読んでそこはなんかこう中だるみっていう表現をされたかな<ー>と思うんですけどそういったところもやっぱり少しあったりはされたんですか、うん、そうですねあの高校受験がないので本当にずっともう同じメンバーであの6年間過ごすみたいなシステムだったのでこう高校受験っていうの心配がないっていうのもあって、まあ、中2とか中3ぐらい結構中だるみの方してましたねうん中だるみっていうのはなんかこう勉強にも なんでしょう。本気にはならないし、うん、そうですね。やっぱりあ、あはい、うん、あの英語でどうしても成績が上がっちゃうので、その帰国子とかになって、<ー>なので、他の評価が悪くても、英語がすこぶるよ良いと、うん、あの全体的によく見えちゃうんですね。このご5か総合とかを見,、うん、見ちゃうと。なので、なんかそれを見て、あまだ大丈夫だな、みたいな、まあ、ちょっとあの余裕も。 あ持っていたので、今、まあ、そこでちょっと勉強してなかったっていうのがありますね、他の教科、はい、それで中だるみっていう風に表現されてそうですね。はい、部活とかはどうされてたんですかその時はえと部活は帰宅部だったんですけれどもあの地、地元のサッカーのクラブチーム、女子サッカーのクラブチームに入ってたので、えー、そこに基本的に行ってました。サッカー、昔やられてたじゃないですか、ずっと。 ああそうです。それこそアメリカにいたときにサッカーやってて、アメリカって結構スポーツ盛んというか、その女子もすごくサスポーツ、ラクロスやったりだとか、あとサッカーとか、まあ、放課後やる子が多いので、そこでサッカー始めて、でも、まあ、日本来たときにやっぱり続けたいなというので、たまたま見つけたクラブチームに入りました。なるほど。ありがとうございます。クラブチームでなんかご関心、ご経験とかってありますか、うん よくいろんなやっぱ人が来るから、そこが面白いみたいなことをおっしゃる方もいるなと、僕はなんか思ったりするんですけど、中田さん自身はどういうふうなご感想とか持たれましたかそ,の時にそうですね、えー、と私のクラブ、ま、クラブチームって結構その高校単位とか、女子サッカーだと高校でとか、あと、まあ、あの年齢層が同じぐらいの,あの子が入っているクラブチームみたいなのが多いんですけど、私のクラブチームはすごいこう社会人の方が多くて。 なので、なんかやっぱり中高の時にその社会人とプレーするみたいな、一緒にこう活動するみたいなところでこうやっぱり気使ったりとか、自分が最年少だった時もあったので、なんかその時に動かなきゃとか、こう水とかそうですね、はい、なのでそういうなんか配慮とかっていうのはできるようになりましたし、こう社会人とのこう接し方みたいなのをちょっと学ぶことができました。そ、はい、そうでですよね中高で社会人とそんなに 何でしょうバッチリ絡むというか、うん、コミュニケーションするってなかなかですよね。そうですね。ここでやっぱりもまれて鍛えられたんですね。うん、ありがとうございます。で、そうですね、中学、そういうふうに過ごされて、で高校も一貫校ということですね。行かれてると思うんですけれども、はい、そのと大学受験というところを経験されているというところで、うん、ここで。 あの事前にいただいてアンケートだと残念ながらこう落ちちゃったってところを書いているんですけれども、うんうん、この時はどういった学校を目指して、どういうふうに勉強してうん、うんで、結果その落ちちゃった時のこう気持ちとか、どういうふうにたみたいなところからお聞きして,いてもいいですかうんうん、うん、はい、ありがとうございます。えっと、私、小森ぐらいまではその地元岡山なので、岡山大学にも行きますみたいな話をずっとしてたんですけど、結構先生から、まあ、英語の成績もすごく良かった。 でまあ、他のもまあひどくはないと別に <laughs> 特に社会とかもすごい世界史とかがすごく好きだったので、まあ、そことかは結構良かったのでなんか結構学校の先生にあの東大を目指さないかみたいな話をすごいいただいていてで特に興味はなかったんですけれども、まあ、なんかその話を聞いていくうちに、まあ、やっぱりあの自分がこう大学って大学入る前に学部を決めなきゃいけないじゃないですか。 それが全然決まらなくてか自分が何がしたいとかって、まあ、いろんなものに興味を持ちすぎてっていうのもあるんですけど自分が何がしたいのかよく分からなくて東大だったら最初に教養を2年間学ぶので、うん、後から学部決めれるんですね、はい、やっぱりそれだと自分にすごい合ってるなっていうのでやっぱり自分が何したいかわからない分こう最初2年間いろいろ学べるのっていいなって思って、まあ、目指すようにこう、えー、と高3からあって あの目指すようになって、まあ、勉強をして、まあまあ、勉強の仕方というかずっともう学校に残って放課後とかもずっと残って勉強したりだとかあとあの、まあ、浪人もしてたので浪人の時ずっと予備校で朝から晩までみたいな、うん、あの生活をしてたんですけれどもそうですね、えっと、1年目はあの東大って足切りがあるんですけど足切り1点足らずに え落ちちゃってで2年目はまあ足切りはあの突破したんですけれどもちょっと2時で国語で失敗しちゃってここすごい苦手なので国語で失敗して落ちたっていう背景があってまあ1回目落ちた時はちょっと自分ずっと結構いい判定が多かったのでまあ自分の中でああ,まあそうなっちゃうかみたいなのはずっとあ,のあったのですけどやっぱり悔しかったですしその落ちた後にあのにお母さんに東大連れてってもらって。 で東大行った時に泣きながらのもう一年だけ頑張りたいっていうのであの浪人させてもらってやっぱりなんか思いは強かったというかやっぱりすごく行きたかったんだなっていうのがあったりですねあ、うん、りましたね逆に浪人の時はまあ本当にあの後悔ないぐらい勉強したのでただやっぱりあの英語 えっと数学と国語がすごい苦手で、まあ、ここはちょっとそのアメリカに住んでた時に結構日本語をおろそかにしてたので苦手っていうのと、まあ、数学はもともとすごく苦手な苦手意識があって、まあ、そこでもうちょっと頑張れなかったなっていうのは後から反省としてあったので、まあ、結構な数日間ちょっとすごい落ち,あの落ち込んではいたんですけど、まあ、そこから、まあ、そのあの何ですかね、落ちた後に、その後のことも考えなきゃいけないので。 こ、うん、のことを考えつつ、ちょっとこう気持ちは落ち込んでる状態でって感じだ出したんではい。やっぱりそうですね、泣くぐらいにはやっぱ悔しいっていうのが、一方で、お自分ご自身でおっしゃいましたけど、切り替え、そ、うん、して次の道も探さなきゃっていうふうな、うん、気持ちに入ったからこそのカンボジアの大学との出会いだと思うんですけれども、ね。うんはい その時はどういうふうにこうじゃ次の選択肢というか、道を探されたんですかね、うん、そうですね、私がその私立を全く受けてなかったので、2年目は。なので、そ相談が落ちた時に、まあ、1個だけ残ってたんですけどそのあの、それが落ちた時のことも考えなきゃいけないと思って、いろいろオンラインでその。うん まあ、大学落ちたと全落ちしたときどうするんだみたいなのを調べてて、でそこでたまたまその今のカンボジアの,あのキリロム工科大学が出てきて、でそこで出会ったというか、見つけた感じです。ずっとオンラインでいろいろ調べたりはしてましたうん、うん。ありがとうございます。そのキリロム工科大学初めてこう今回調べたんですけど、うんうん、本当になんか素敵な大学で。 あのの,声の中にあるんでで、ね、ですすすねそそうう反響が素晴らしいなともありますしこれ、日本の方が設立している大学、そこもびっくりで、まあ、なんだけど今後絶対に伸びていくカンボジアで、教育をやっていくんだ、新しい教育をやっていくんだっていう志でやっている大学だと思うんですけど、うんうん、この大学、最初こうなんですか見つけたとき、どういうふうなこうき気持ちというか、印象というか、お、うん、だれさ,れされましたか そうですねその大学が結構インターンシップを重視してて、で私もともとなんか、こう、なんですかね、座ってずっと講義を聞いてるよりは、ちゃんと自分で手を動かしたりっていう方がすごい好きだったので、うん、なんかそれを見て、あこうまあ、日本にはなさそうな大学の形態というか、そのインターンシップを結構すごい入れているっていうのですごい興味を持ったっていうのがあるので、やっぱそこ大きかったです。ああ、インターンシップっていうのは、あれですかその 例えば、カンボジアの現地の企業とかにインターンシップするってイメージだったんですか私がホスピタリティ経営学科なんですけど、私の学科で言うと、まあ、最初はあのー、キリロムでインターンして、その次はあのプノンペンっていうととあの都市部の,あ、はい、あのホテルでインターンしたりっていうので、コロナがちょっとあったので、<ー>ちょうど2年目から、はい、なのでちょっとそれは あのいろいろオンラインにはシフトしたんですけど、今もあの何人かあのポロンペンでインターンしている子もいます。あそうなんですねやっぱ現地のホテルに実際に行って、うん、働きながら学ぶみいなはご重視されてたりするんですね。ありがとうございます。そうですね、今おっしゃってくださいましたけど、あれですよね、国際ホスピタリティ系学科だと、はい、ですね、はい、見てらっしゃってということですね。でホテルのこと を学ばれるみたいな、はい、ホスピタリティ全般にも実は学ばれていると思うんですけども、はい、この学科をなんか選ばれた理由とか、はい、なんかそこに対する思いとか、なんかその辺もお伺いしてもよろしいですかあ,、はい、ありがとうございます。えっと、私の大学、IT 学科と、まあ、今1個増えたんですけど、3つなんですけど、私が入る前の時は、IT 学科とその国際ホスピタリティ系学科があって、もともと文系、 うん、本当に文系なので、まあ、IT はちょっと厳しいなっていうのがあってでもう一つはあのアメリカに住んでた時になんかもうあの親にすごいいろんなところに連れ回されて、まあ、旅行じゃないですけどやっぱりせっかく3年間いるのでその間に行けるとこは全部行こうみたいな親がスタンスだったので、うん、あのすごいいろんなところに旅行に行ってでその時にいろんなホテルにまあそれは泊まったわけで。 そのいろんなホテルに行ったときに、やっぱりこういろんな味が、コンセプトとかも違いますし、まあ小さい頃はそんなに思わなかったですけど、確かに面白いなっていうのはあったので、そのか面白いまい、あ、旅行も大好きです私自身も。なので、はい、そうに入るかなっていうのは決めました、はい。なるほど、ありがとうございます。なんかやっぱ自分ご自身の経験で感じられた、うん、あれす敵だったなっていうのを思い出しながら、うんうん、そこの選択されたってことですね。うんうん、そうですね。 なんか決めたときどうでしたかなんかやっぱりそれでもカンボジアの大学に行くっていうのは何今まだ少ないというか、うん、はい新しい選択のやっぱり逆になると思うんですけれども中原さん自身がご自身でそれ決心するときどんな気持ちで決心したかとか,か不安があったとか,とかうそうですねそれで言うと結構海外慣れはしてたので まあカンボジアに行ったことはなかったので、どんな国なのかなみたいなところはありましたけど、なんかカンボジアにそのそその渡航するとか、海外の大学に行くっていう意味ではあんまり不安とかはなかったですね。え、うん。ぇ。しかつ好奇心というか、なんかどんな国なんだろうなとか、ねや、まあ,あの、友達できるかなとか、そういった感じでした、ねうんうん、そうだったんです。まだカンボジアに行ったことがなかったっていう。あそうです。<laughs> 授業で、まあ、あれ世界史で出てくるぐらいでしたね、カンボジアは。はい,はいはい。 やっぱすごいチャレンジ力というか、わからない、やっぱ好奇心ですよね。わからないところに飛び込んでるっていうさ、みたいなところがありますね。実際に、で、あれですよね。もう、パッキングして、すべて荷物まとめて、<laughs> そうです押しもするんですよね、そのタイミングで。あっち側では、寮とかですかそれとも、一人暮らしみたいな感じなんでしょうか。あそうですね、えっと。寮で4人1組みたいな感じで。 暮らしてましたちょっと今、私、引っ越したので、プロンペンの方に、今は違うんですけど、はい、はいはい、最初は両から始ま、最初はそうですね、両かです、はい。カンボジアの生活は最初どういう印象でしたか、うん、そうです、ねあ。それこそすごいやっぱり文化の違いっていうのはいっぱいこう、友達と一緒に生活する中で、 ありましたし、まあ、ただやっぱり英語が通じる子ばっかりなので、なんかその英語で、まあ、あのたまにクメールコ出てきますけど、あの英語でコミュニケーションしながら、なんかいろんなところにみんな連れてってくれたりだとか、いろいろみんなから教えて、彼女のことを教えてもらったりとかして、本当にあのすごい楽しかった。特に苦労とかも、まあ、やっぱりその最初、あのお互い理解するのに、こう、ちょっと、 時間はかかりましたけど、なんかすごい楽しい国だなっていうのは、あとは人が温かいのですごい温かい国だなっていうのも来たときから感じましたね、うん。なるほど。やっぱりその声をかけてくれる温かいとか、違うとよく聞きますけど、そういったイメージだったりするんでしょうか。うん、そうですね。最初、苦労された、その違いを理解するのに苦労されたっていうのは、うんうん、ちょっと思い出すことがあればなんですけど、例えばどんな違いがあったり、 ああはいはいはいそうですねえー、っとなんか看護ムズ人って言いたいことを直接こうじパっていうよりかはちょっと遠回しに言ってきたりだとかあと紙に書いたりするんですよなんかこうしてとか <laughs> 1> で1回私がその、まあ、4人の友達とえー、っと寮が一緒だった時にやっぱり掃除の仕方とかも違うんですね、まあ、そもそもなんか床がフローリングなので結構その モップで拭いたりとか、いろいろ掃除の仕方が日本と違うんですけど、うん、あとトイレもトイレとシャワーは一緒になっていて、何て言うんですかね、トイレ、今日本だとトイレの床が濡れるってことはありえないことだと思うんですけど。うん、そもそも別なので、山ちゃんの場合、シャワーと一緒になってるのはトイレの床がすごい濡れたりとか,とか、まあ、トイレ周りのところがすごい濡れちゃうんですね、うん、シャワーが一緒になってるので。うん で、まあそういうのがあって、まあ掃除の仕方とかもよくわかる。特にトイレに関しては、掃除の仕方がよくわかんなくて、うん、シャワーと一緒になっているので。はい、で、まあ、あのー、その時に、こう、なんかちゃんとこういうふうに掃除しろみたいな感じで、まあ、直接は言ってこないんですけど、紙に書いて、そこに貼ってあるんですね。<laughs> <laughs> あのこれを見てくれみたいな感じなので、なんかそういうので、あ 紙で言うんだなとかが分かってきたりだとか、あと掃除の仕方もちゃんと自分でこう友達がやってるときにちょっとそばで立ってみ見てみて、ちゃんと様子を見てからカンボジア式というか、まあ、カンボジア人がやる掃除のやり方みたいなのを見たりとかっていうので、こうそこで結構時間がかかるというかですね。なるほど。すごいびっくりしました。あの紙に書いてコミュニケーションの仕方もあったりされるんですね。<laughs> な,すねなるほど。ありがとうございます。 その後カンボジアで、まあ、授業を過ごされてってことだと思うんですけど、うん、ち,ょちょっと聞いていいですかカンボジアの授業っていうのは毎日、何ですかね、違うコマがこう、1、2、3、4、5個とかそういった感じであるうん、そうですね。日本と違うのは、日本って自分で履修登録とかするじゃないですか。うん、はい。カンボジアは基本決まってるので、大学側が決めてるので、うん、本当に自分で選ぶっていうよりか決まったものを受けるみたいな形になります。そうですね。 カリキュラム決まってて、それをそそ、うん、授業は英語ですか英語です。はい。英語でやってらっしゃってってことですね。なるほど。ありがとうございます。でも土日はもう普通に友達と一緒にカンボジアの中で遊びたりとか。遊ぶってどういう感じ今ちょっとコロナだから少し制限はあるかもしれないんですけれども。うん キーロム、そね、のその私が前、寮で生活してた場所とその今、生活してる場所がもう全然その田,舎田舎というか山なんで、前は,、はい、前は山で山の中で生活してて、うん、まあ今はあの普通に首都,首都なのですごい都市部なんですけれども、うん、山だと結構近くにこう村があったりだとか、まあ、すごい自然豊かな、まあ、国立公園って先ほお話もいただいたと思うんですけど国立公園なのでこう滝とか。 すごい綺麗な景色が見えるところかあるので、そこでみんなで徒歩で行ったりだとかっていうのをしてました。めちゃくちゃ素敵ですね。そういうところで勉強したいです。<laughs> <laughs> すごい自然豊かですね。なるほどまあ、一方でオンラインになったからこそ今、首都の方に来れて。うん、そ,うそうです、そうです。首都は結構日本の生活と似てますね。その買い物行ったりだとか。うんうん、うそこまで日本と変わらない気がします。はい,はいはい。 本当に首都だったり近代的な街並みになってます、ね、うん、そうですね。でも、その中でやっぱりカンボジアらしさというか、もう買い間見えますして、やっぱりの移動とかバイク、友達はまあバイクとかだし、私の場合はこうトゥクトゥクとかで移動するので、そこはやっぱり違うとこも、違うとこももちろんあるんですけど、はい、なんかこう、なんですかね、まあ、お店もすごいいっぱいあるので、特に生活も困らずって感じのところで言うと、日本と似てますね。ありがとうございます。 そういうふうに過ごされたあと1回日本に帰ってやっぱコロナとから一時帰国をされたのかなっていうふうに思うんですけども、はい、そこで書かれてあの事前のアンケートでは日本だとはやっぱりこう日本だとというかそのタイミングではストレスを感じる、うん、にもう一回カンボジアに戻ったっていうふうに書いてくださってるんですけどここなんか日本ではどういうふうなことを感じられていたかとかな,なんでストレスを感じたか。うんうん そうですね、まあ、あの実家に岡山に帰ったんですけれどももともと1ヶ月ぐらいの帰国の予定が、まあ、コロナでもうすっごく伸びて結局1年数ヶ月ぐらい日本にあのいた状況になるんですけれどもバイトも結構やったりだとか日本でしかできないことをやりつつもやっぱりずっとカンボジアに戻りたいなっていう気持ちはずっとあって。 やっぱりまあオンラインコロナ禍でしかもオンラインっていうところっていうのもあるんですけどやっぱりなんかこう自分の中で窮屈さみたいなのを感じてしまってなんかどうしてもこう外に出ても全然楽しくなかったりだとか、まあ、友達とかに会うとすごいいろんな話もできて楽しいんですけどなんかここで なんか生活するずっと一生生活するのはなんかなんかこう自分的にすごいモヤモヤするというか感じてしまったとっいうので結構ずっとストレスを抱えてましたね。カンボジアに戻りたいってカンボジアが楽しくなっていたものですかねすごく。あと結構んですかねいい意味でも悪い意味でも、まあ、いい意味悪い意味あるんですけどこっちって結構ゆったりしてるんですよね。 あの人もそうですしこうせかせかしてないで、まあ、やっぱりどうしても日本ってもう結構は、まあ、はあの発展してるっていうのもあって結構せかせかしてるというか、ね、っていうのはちょっと自分の中では感じてしまっていて逆にカンボジすごいこう何ですかね すごいゆったりとしてますし、うんうん、やっぱりそこのこう価値観の違いっていうのはあると思うので、やっぱり自分はその日本のちょっとそういうせかせかした生活っていうよりかは、カンボジアでゆったりした生活がしたいなっていうのもあってっていうのがあると思います。はい、なるほど。そういった違いもやっぱあるんですね。やっぱその感じる、うん、そもそもの雰囲気とか、うんうん、そうですね。生きやすさずらさみともうん、うん、その中でカンボジアに戻り,あのりたいに考えられて、うん、カンボジアに 戻って今現在至るとということでありがとうございますあの最初現在の話を聞いて、うん、今あのこれまでの話を聞いてきたんですが、うんはい、最後に、えっと、今後ですね、うん、どんなふうにこう過ごしていきたいかなんか今現在目標にな、うん、持っているものがあれもしあればお伺いしたりとかしていきたいんですけれども今後の展望についてはどういうふうに考えていらっしゃいますか ありがとうございます。まあ、最初その3つ活動してるっておよ話をさせていただいたと思うんですけど、なんかそれをしっかり、あのー、自分のものにしていきたい。まあ、TikTok だとやっぱりもう,こうちょっともうちょっとフォロワーを増やして、なんかやっぱりカンボジアの日本人って言えば有味だよね、みたいなところまで行いきたいなっていうのは思ってますし、でも、まあ、ありがたいことに全然アンチが来ない。まあ、結構文化の違いとかって発信するとどうしてもアンチって来る。 いいやそれ違うだろうとかっていうのはあるんですけど、まあ、カンボジアの人が優しいのかただただ発信の仕方がまだ今あの道を外れてないのかちょっと分かんないんですけど、うん、アンチがもうほとんど来ない状況なのでしっかりこうカンボジアの文化の違いとかも考慮しつつちゃんとそのんですかね相手のことも考慮しできてるコンテンツっていうのを引き続き作っていきたいなとは思っていて絶対こう炎上させるようなとか そういうなんかカンボジアの人とか日本の、まあ、自分も日本人で日本のこと大好きなので、う、ね、ことをなんかこう侮辱的な感じで言うようなコンテンツっていうは絶対作らないっていうのはポリシーと,あるとしてあるので、まあ、それは絶対やっていかないっていうのが、まあ、将来やってきて、うん、SNS で言うと TikTok で言うとそんな感じで、でであの日本のインターンなんですけど、まあ、本当に大好きな会社さんで、まあ、先ほども社長さんもすごいあの大好きっていう話。うん させていただいたと思うんですけど、まあ、そこであのできれば就職というかあの、うん、させていただいてあの活動は続けたいなというのははい思ってますねなるほどどちらも素敵ですねなんかありがとうございます、はい、やっぱそうですよねアンチがいないっていうのはやっぱ素,晴素晴らしいすば、うん、らしいですだなと思いましたやっぱそれはでも今までもいろいろ日本が大好きカンボジアが大好きっていうところの愛理をちゃんとされてるからなのかなというふうに思ったり、うんうん しましたインターンもすでにそこまで大好き言っているやっぱ会社だと相性もいいでしょうし、うんはい。ありがとうございますありがとうございますじゃあ最後にですねあのー、先に、えっと、ご質問の時間ちょっとだけ設けまして、うん、もしなければ最後にメッセージを頂い,いて、うん、あのインタビューを終わっていくという形にしたいと思いますでメッセージはあのユニーク世代の方々に、うん、中原さん今日のお話をお伺いしてすごくやっぱチャレンジングな挑戦、うん があの素敵な方だなというふうに思っているので、うはい、どうすればそういうふうになんかこうチャレンジングになれるか、みたいなところで中原さんが思うことを最後にちょっとコメント添えていただけたらありがたいなと思っています。うん、はい、かしこまりました。いい質問ですねあの。もしあればなんですけれども、えっと、今日視聴者の方、ご参加ありがとうございます。ありがとうございますいい質問がありましたらご発声いただくか、えっと、コメントをチャットに入れていただければ私、代読させていただきますので、よろしくお願いいたします。 もしなければあの大丈夫です。そのまま最後メッセージいただいて終了という形にしたいと思います。はい。じちょっとだけ待ちたいと思います。は,い、はい、ありがとうございます。国語が苦手なんておっしゃってましたけど、めちゃめちゃしゃべるのがうまいですね。<laughs> <laughs> まあまあ、普通にはしゃべれます。ただ、やっぱりこう、すごいハイレベルな単語になると、ちょっとわからないときありますね。はいはいはい、なるほど。 あ,えっと、関さんありがとうございます。オんボイスでいいですか。かはうございます。おンボイスざい,いす。おはようございます。おはようございます。ますありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようごうございます。あの今日ございま、えっと、中原さんリアル今の朝ドラの 主演のことを同じ人生歩んどるんやなってい。えー、<laughs> そう<れ>。朝私らなくて、ちょっとまた見てみます。あ,<の>ありがとうございます。今岡山が舞台なんですよ。うんまあ、あのカムカムエブリバディっつってあのうん、うん、多分オンデマンドで見れると思うんですけど、うんうん、岡山に住んでて戦前から英語やっててでアメリカに渡るっていう。まじ、えー、で多分アメリカがカンボジアになっただけでっていう。 似てるなっていうのがあるのとあと、えっと、岡山結構今変わってきてるみたいでジビエ料理の専門店ができたりとかビースタイルっていう店ができたりあとう,ん、うん、うちのえっと言うたらんて言ったらいいかな模型のチームの本拠地が岡山にあるんで行くのが僕夢なんです。ううんうん、で まあ、あのそこの言ったら代表の人たちが月1集まってからプラモ会やったりとかするんですけどうん、うん、東京から岡山に行きたいとかえー、知らなかったですでで一気に集まってからやってて、ね、毎週末プラ会やってるんですよ全国でこういうズームでみんなでとりとりしながら全国つないで、うん、今日も明日もあるんですけど、うん、毎週勤労の夜10時から。 やってるんですごい親近感がありますね、岡山の方は結構、うんうん、あのー、駅前がかなり変わってきてるみたいなんで、今。あっ、聞きました、確かに、あのー、私、一回一時帰国したときちょっとずつ変わってきてるみたいではい。そうで、あそこ、なんかキャッシュレスのお店になってるらしいですよ、全部。うーん、なるほど。あのー、もう、あの現金持ち込みにせんでもいいよっていうで。う そういうのも全部紹介してくれるんですよ、うちの人が。うん <laughs> うすごいいい感じになっとるなぁというので、うん、あと、そのジビエの専門店は、うん、ジビエクイーンつっ,って、あの、中川さんって言って、その全国のジビエコンテストで1位になった方が、うん、その方も全国回ってるんです、うん、うこの前、あの、沖縄行ってから、あの、 イノシシ見れんかったって言ってからでタワマンとかで普通に請負の仕事をしたりとかイノシシとかシカとかがメインなんですけどアナグマとか、うんうん、カンボジアとかってそのジビエとかってありますラーメンとかあるってことは多分日本人の方はかなり多いと思います。 ジビ,エまあ、ジビエはないんですけど、そもそもその鹿とかが多分あまりいないので、ジビエっていうかわからないんですけど、うん、その日本で食べられないもの。例えば、こっちの人って村とか地方の方行くと犬とか食べますし。えー、あとワニとかもあの食べてますし。えー、<laughs> あと虫とかも、私もこれ食べたんですけど、そういうなんか。 下テモノじゃないですけど。いすうん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。関さん、ありがとうございました。面白いですね。食文化の違い。みたいなのも感じられる。あの、お話でした。セ関さん、ありがとうございました。うん、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、えっと、最後に、えっと、中原さんから、えっと、メッセージですね。視聴者の方。 また今後あの記事になりますので、えっと読まれる方、記事を読まれる方に対して最後メッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。まああのそうですね、やっぱり挑戦することってこう最初の一歩ってなかなか踏み出せないことあるんですけど。 なんやかんやそれやるとなんか自分の将来にいつの間にかこうテン戦で結ばれたりだとかその時は挑戦してみてああこれ面白くないなとかこれって意味あるのかなとか思ってしまうかもしれないんですけどそういうのって絶対将来的にあのつながってくると思うのでなんかいろいろハードルをさちょっとまあ,あの上がってしまうものもあると思うんですけれどもあのとりあえず挑戦してみるってことが。 あの大事かなと思いますので、ぜひ皆さんもいろいろとりあえず挑戦していただければと思います。はい、はい、中,原さん中原さん、素敵なメッセージありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、えっと、今日お時間になりましたので、これで、今日のユニークキャリアラウンジを終了していきたいと思います。中原さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。